Paramatch TV。 皆さんこんにちは、大江月アナウンサーの今川奈緒です。ここからは大江月アナのクスクスのコーナーをお楽しみください。皆さん今日はこの話をさせてください。金箔が全国放送デビューしました。やったー。皆さんフジテレビのポカポカという番組見ていただけましたでしょうか。見てくださった方いますでしょうか。このポカポカという番組はですね、フジテレビでこの1月から新しく始まったお昼の番組なんですが、お昼11時45分から今は3時間の生放送の番組で、その中にあります FNS おすすめジモ TV というコーナーがありまして、そのコーナーが地方局の人気番組を紹介するというコンセプトのコーナーなんですが、そこで金箔が選ばれまして、先週23日から27日までの1週間放送していただけたんです。もう未だにちょっと実感が湧かないんですけれども、こちら私が23日にスタジオに生出演させていただいたんですね。もう信じられないですね。夢のようです。本当にこのように台本を持たせていただいて、そして控え室の方でも写真を撮らせていただいて、この日はもう舞い上がってありとあらゆる場所で写真を撮って帰ってきたんですけれども、改めてじゃん、このポカポカという番組はハライチのお二人と、そして神田アナウンサーが MC を務められている番組で、このポカポカという名の通り、とにかく温かい番組だなというのが第一印象でしたね。やっぱりお父さんのようにスタジオ全体を広く見守ってらっしゃる澤部さんに、あとはもう渾身の光る鋭い一言をポンと言われる岩井さん、そして硬派な一面もありつつすごく柔らかくって天然さんな一面もある本当に素敵な神田アナウンサー、この3人でお送りしている番組、こちらに出演させていただいて金箔が放送されたんですよね。私が行った月曜日がですね、こちらレギュラーメンバー、先ほどご紹介したハライチのお二人、そして神田アナウンサーに加えて伊集院さん、そして白川玲さん、そしてフジテレビの1年目のアナウンサー岸本アナウンサー、このメンバーの中に入らせていただきました。ここに本当に私がいたんだと、もう実感湧かないんですけど、その前に本当に下手くそな絵ですみません、先に謝っておきます。すみません、でも愛を込めて描かせていただきました。そしてこちらにいます満腹昼太郎、私ね、もう満腹昼太郎が大好きで、このポカポカが始まった最初から実は注目していたポカポカの人気キャラクターですよね、青山哲司さんがデザイナーしたこの満腹昼太郎に会えたんです。もうそれが嬉しくてツーショットも撮れたんです。実はこのポカポカに出演した時ってもうぶっつけ本番だったんですね。なのでスタジオの皆さんとお会いする間もなく私の出番がやってきまして、これね、この写真撮ったのがもう本番の1分前とか2分前で、昼太郎に会えてもうお腹をさすらせてもらってご利益をもらってちょっと安心して本番に臨めたんですよね。話したいことがもうたくさんあるんですけど、まずはやっぱり岡山に帰ってきてもうすっごくたくさんの反響をありがたいことにいただきまして、たくさん質問をもらったんですね。なのでその中から多かった質問3つに絞ってきました。その質問に沿って今日は感想などなど話させてください。まずね、多かった質問こちら、どんな雰囲気だったということですが、一言で言ったらもう先ほども言いましたが、温かいアットホームな番組で驚きました。やっぱりその岡山から突然このポカポカメンバーの中にポンと入らせていただくっていうのは、言ってしまったらその部外者といいますか、ね、普段いないその日だけ出演させていただくので、関係ない私にすらすごく皆さんが温かい空気感で迎えてくださって、で
こちら、とにかく家族のような雰囲気があるなって思いましたね。それぞれやっぱり澤部さんを筆頭にみんなが顔を見合わせて、本当お家で雑談をしているかのような柔らかい雰囲気が一番印象的ですね。それぞれ個性が際立っていて、まあ、伊集院さんもやっぱりこれまでたくさんの経験をされてきたからこそのやっぱりコメントを言える方ですし、で白川れいさんってこのポカポカが初めてのテレビ番組出演というふうに言われていたんですけど、この若い白川さん目線のコメントをされて、そして1年目の岸本アナウンサーは1年目なのにもうスタジオ全体をまとめる、そして元気はつらつとしていて、皆さんそれぞれの個性が際立っていて、すごく素敵な番組だなっていうのが印象的です。私実は本番始まったらもう何一つ緊張しなかったんですね。それは本当にこの皆さんのおかげだなと、もうひしひしと感じております。そして2つ目の質問ですね、多かったです。 VTR を見ながらどんな話をしていたの。そうですよね、金箔この日は、雷のお二人と岡山県赤岩市でお宝探しをした回を見ていただいたんですけど、ワイプの中でずっと私たち実は喋っていたんですけど、印象的なのは伊集院さんが、岡山県ってやっぱり桃とかマスカットとかフルーツのイメージが強かったのに、こんなに例えば美味しいパン屋さんもそうですし、見た目にインパクトがあるラーメンもそうですし、赤岩さんのうなぎだったりレースの会社だったり、バラエティに富んだお宝がこんなにたくさんあるんだねと、知らなかった魅力が35分の中でたくさん見つけられたと、もう言ってくださったことが何より嬉しかったですね。あとはやっぱりハライチのお二人がすごく雷のお二人に突っ込まれていて、のびのびやっているねと、突っ込みとボケが途中で逆になったりとかするくらいみんなが楽しそうだねと言ってくださったのも印象的ですね。あとは赤岩市のアンポンタンっていうねラーメンを私たち VTR の中で食べていたんですけど、その後の CM でスタジオでもうみんなでお昼ご飯はもうラーメンに決まりだねという話で盛り上がっていて、何ラーメンにするという話で実は盛り上がっていたんです。なんですが最後にご紹介したお店がうなぎだったので、うなぎを見た後皆さんまた CM 間でどうしよう、うなぎにするかラーメンにするかどっちにするっていう話をゲストの皆さんと、あとはプロデューサーさん、ディレクターさん、みんなで話し合うくらい岡山のグルメは熱いねという話で盛り上がったんです。こんな嬉しいことありますか。でこのポカポカという番組のまた一つの魅力が、スタジオに観覧のお客さんがいらっしゃるということなんですね。目の私たちの本当すぐもう数十メートル先にだいたい20人ぐらいの実はお客さんが入ってらっしゃったので、 VTR 中も本番中もそうなんですけど、 CM 間とかもお客さんと一緒に話をしているといいますか、みんなで一つの番組を作っている感じがあったんですね。なので目の前で実際にお客さんたちがその岡山のグルメとかを見て美味しそうとか拍手をしてくださっているのをもう直で感じることができて、それはすごくやっぱり岡山いいところだよなという誇りを感じる瞬間でした。話したいことたくさんあるんです。ちょっとね最後聞きますね。こちら、澤部さんが言っていたあれって本当なの、この質問がなんかね多かったんです。知らない方もいると思うのでちょっとお話しするんですけど、私がスタジオに登場した時にハライチの澤部さんが開口一言、もう開口一番に今川さん東京来て遊びまくってたらしいねと言われたんです。でもうその後もう何も言い訳する間もなく、もう金箔の紹介に入ってしまって、本当にただただ遊びまくってたちょっとアナウンサーみたいになってるので言わせてほしいんですけど、確かに遊んでいたのは事実です本当にこんなね澄んだ顔をしてますけど、土曜日に東京に行かせてもらって、
本当仲いい友達に会ったりとかしたんですけど、何より一番私が嬉しかったのが、前日の夜に金箔の1代目のアナウンサーであります神谷アナウンサーに初めてお会いすることができたんですね。神谷さんは私はずっともう大尊敬している先輩 で金箔をもちろんやられていましたから、 VTR とかの中では何度も何度も勉強させていただいて何度も拝見していたんですけど、直接会うのは初めてだったので、3時間くらいですかね、ずっと金箔の話をしていました。でもやっぱり神谷さんって私の中で何でもできる、何でも完璧にこなされるイメージがあったので、私はその逆で本当にもうドジで何にも本当にできなくって悩んでここまでやってきたので、そこにちょっと実はプレッシャーがあったんですけど、神谷さんと話していたら、神谷さんもやっぱり金箔やった当初とかは何もできなくて悩んでいたっていう話とか、やっぱり金箔スタッフに支えられて自分のキャラがあるとか自分が成り立っていたとか、何よりも来てくださるタレントさんにすごく楽しませてもらって助けられて、本当に大好きな番組だと、もう人生の中であんなに楽しい期間はもうないっていう風に言われていた言葉がもうすごく染みてですね、あ、やっぱり先輩たちも悩みがあってそれを乗り越えてこうやって今もう11年目を迎える手前ですけど、こうやって金箔が成り立っているんだなというのを強く感じまして、私の中で本当先週ね、1週間がもう人生の中で濃い1週間でした。でもやっぱりこの金箔がこうやって全国放送で放送させていただけることになったというのも、やっぱり岡山香川のもう視聴者の皆さんがいなかったらここまで来れてなかったので、本当にもうありがとうございますと、もう感謝の気持ちを皆さんにお伝えしたいです。やっぱりこの金箔という番組がもう11年目を迎えるということで、これだけ岡山香川にお宝があるっていうことが本当にすごいことだと私は思っています。でまだまだ見つかっていないお宝がたくさんあると思うので、この11年目に入る年もたくさん見つけて、視聴者の皆さんと街の皆さんと一緒にいい番組を作っていきたいなというふうに思っています。こういった気持ちがポカポカ出演にあたって強くなりました。ここからは私がちょっと来年じゃないか今年ですね、この11年目に入る1年でやりたいこと皆さんに伝えさせてください。こちらじゃん、金箔祭をやりたい。お祭りやりませんか金箔ありがたいことに、10年を迎えまして、で実はちょっと10年の節目でやりたいことを計画していまして、それがもう、ね、実現しそうなので、その嬉しい報告もそろそろできるかなと思うんですけど、やっぱ11年目はさらに高みを目指そうと、今までできなかったことをやりたいなということは私の思いなんですけど、大きく皆さんでお祭りやりませんかというお話を今日はしたくてここに来ました。まあ今ね本当にアバウトの金箔祭と言っているんですけど、何しましょうかね。本当にこれまでたくさんお世話になった飲食店の皆さんとかいっぱいいるので、皆さんでブースを出して岡山香川の美味しいグルメで盛り上がるのもいいですし、やっぱりこれまでお世話になったゲストの皆さんとかね、来ていただいてお笑いフェスとかトークイベントとか絶対楽しいと思うんですね。なかなかコロナ禍で視聴者の皆さんと直接つながるということが私は特に少なかったので、直接皆さんにお会いして金箔という番組について語ったりとか、なんかそういった場面もあったらいいなというふうに思っています。なのでまあ、一概に今大きく金箔祭というふうに言わせていただいたんですけど、この1年は岡山香川の皆さんと直接一緒になって番組作りといいますか、番組を深めていきたいなと思っています。この思いがどうか届きますように、一緒に皆さん金箔を盛り上げていけたらと思います。そして
金箔を通して全国に岡山香川の魅力が広まっていったらいいなと、たくさんの方が遊びに来てくれたらいいなと本当に強く思っていますので、これからも金箔をよろしくお願いします。もうただただ皆さんお酒を飲みながら、ご飯を食べながら、携帯触りながら、気楽にのんびり楽しく見ていただけたら私は嬉しいです。今日はもう話したいことがたくさんありすぎて、ちょっとキュッと早口になってしまいましたが、聞いていただいてありがとうございました。皆さんこれからも金箔を、そしてこの OHK アナのクスクスもよろしくお願いします。また金箔でお会いしましょう。